皆さんこんばんは。今日はナイトゲームをお送りします。スタジアムの照明に照らされたピッチがまるで昼間のように浮かび上がっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。熱戦の続くリーグ戦、この一戦は見どころの多い試合になりそうですね。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。守備面に不安のあるアウェーチームですが、ここまでの失点数はリーグワーストの数字です。失点が多いとは思っていましたが、リーグワーストは反省した方がいいですね。今日のアウェー戦は相手を0点に抑えるぐらいの気持ちで臨むべきでしょう。こちらがチームのスターティングメンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。さあキックオフ。前を向いてボールを運んでいきます。ここから狙うこともできますが、ハンス・バラケン、ボールをキーパーが見送ります。藤田、いい形でゴール前まで持ってきました。ここはカットされました。攻撃失敗です。ポゼッションは相手チーム。ドリブルでサイドから中央へ。決まるか。このシュートはブロックされました。相手を抜いてきた。ディフェンダーがここで食い止める。さあアタッキングサードまでボールを運びます。ここからどう相手を崩していくのか。ここはブロックで守る。高い位置でインターセプトします。歓声に応えるシュートを打てるか。キーパー反応した。ボールを弾く。ここはアドバンテージを取りました。シュートはキーパーがセーブ。コーナーポストにキッカーが向かいます。チャンスになるでしょうか。オフサイドフラッグが上がっています。危険な位置です。
緊張感が増してきます。さあリードできるか。キーパーがゴールを守ります。これはファインセーブ。ディフェンスがうまく対応。ホームチームが攻勢に出てからもう10分以上になるでしょうか。チーム全体が乗ってきてますね。効果的に攻められているのでこのままなら勝ち越しゴールが生まれるのも時間の問題でしょう。タックルが決まりましたがスローインです。ハンス・バラケン、ゴールを狙う。セーブしました。キーパーの大活躍です。このコーナーから勝ち越し点に結びつけてサポーターの声援に応えたいですね。レフェリーは流しています。これは裏へ出してきました。キャッチできません。ボールがこぼれた。いいタックルでしたがコーナーになりました。ゴール前に入れた。前に出しましたが気を抜けません。もう一度コーナーキック。ディフェンスの見事なブロック。またもブロック。これで何度目でしょうか。カウンターのチャンスが巡ってきた。これで勝ち越しか。キーパーがセーブします。ダイビングセーブでしたね。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。うまいパス。ボールが跳ね返った。勝ち越しを狙ったシュートは枠に阻まれましたね。まあこれにめげず積極的に打っていくべきでしょう。おっとこれはいいぞ。ここはキーパーがセーブ。カウンターも狙えます。仕掛ける前にボールを奪われました。アウェーチームは同点のまま前半も終了しています。意外なことに前半はスコアに動きがありませんでした。守備に問題があるチームですが今日はディフェンスがよく機能しているようですね。後半もこのままいけると勝機も見えてくるんじゃないでしょうか。後半の45分が始まります。タッチを割ってスローイン。さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。福西さん、マンチェスターシティはついにお目当ての選手を獲得しましたね。ねえ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。さあ誰を狙ってくるのでしょうか。ボールを入れました。前方に運びました。伊藤、狙えるか。タックルで危機を出しました。
ここで取り返す。相手からプレスをかけられています。ここはカウンターのチャンス。ボールを失った。林、裏へのいいパスが出た。来た、均衡を崩す先制ゴールが決まりました。リプレイを見てみましょう。クロスボールの先には味方の選手がいます。そして最後はうまく頭で合わせました。監督のこの表情はリードしてしめしめといったところでしょうかね。ここで試合に動きが出てまいりました。伊藤、ここから狙うこともできますが、これは決めたい。これはキーパーがいいセーブを見せました。ボールがこぼれました。スローイン。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。このパスは通さない。ハンス・バナケン、アタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。いいパスです。視野が広いですね。ここはシュートチャンス。点差を広げるチャンス。でしたが、ここは痛恨のミス。あの状態で決められないなんて、ちょっと信じられません。後で悔やむようなことにならないといいんですが。このロブパスはよくスペースが見えていました。これは明白なオフサイドですね。このプレーはオフサイドです。ボールを守っています。ここはファールを取りました。
フリーキックになります。交代選手がピッチに送り出されます。かなりのプレッシャーの中、最後はキーパーがボールを抑えました。インターセプトしました。ハンス・バナケン。試合終盤になってサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。点差はわずかに1点。この応援があれば追いつけるかもしれません。これはファールですね。相手のフリーキックになります。選手交代があるようです。強いシュートがいきません。キーパーが簡単に処理します。意図的なファールに見えました。イエローカードでしょうか。試合終了まであと2分。ここで取り返す。タックルが決まりましたね。このボールはタッチを割ります。スローインです。おっと、これはいいぞ。キーパーとの1対1という場面もスーパーセーブに阻まれました。いやー、キーパーはよく反応しましたね。チームを救うファインプレーでした。これはミスでしょうか。ボールは外へ出ています。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームが勝利しました。スコアを見ての通り点差を守りきりました。こういう勝負をものにして選手たちも嬉しいんじゃないでしょうか。